どうも、大之助です。今回は、努力しない自分を正当化すると、一生人生変わらないよということを、まあ、喫煙者の方々を例に挙げてお話ししていきたいと思うんですけど、皆さん、タバコ吸っていますか大之助はタバコ苦手なんですけど、まあ、あの、体験せずに嫌いっていう風に突っぱねるの嫌だから、一度試してみたことがあるんですけど、全然美味しくなかったんですよね。そして後に、あの、僕、大之助はなんかタバコのアレルギーがあるっていうことも分かったし、 そもそもタバコって、まあ、お金も時間も健康もめちゃくちゃ百害あって一位なしじゃないですか。っていうこともあって僕はハマらなかったんですけど、で、タバコって、まあ、いくら電子タバコだろうが多少副流炎の問題ありますよね。まあ、副流炎ってそのタバコ吸った時に出る煙の被害のことなんですけど、タバコを吸ってない日頃から健康に気をつけてる人とか、善良な一般市民とかも副流炎を吸うと、その煙一回吸ったら寿命が15分ぐらい縮むんですよ。 タバコを吸って不健康な生活をしている人が勝手に寿命を縮めるには、まあ自業自得じゃないですか。運動しなかった人が勝手に太って醜い見た目になって、周りにあまり疲れなかったりとか、脳機能低下したりとか、メンタルが荒れたりとかするううのも自業自得じゃないですか。生活習慣病になるのも自業自得じゃないですか。にもかかわらず、あの、自分が暴飲暴食したら、周りの人が太るっていう風な状況になったらどう思いますか周りの人たちはふざけんなっていうふうに思いますよね。けどタバコの場合はそれがまかり通ってるんですよ。 で、僕の周りの友達の喫煙者とかで、いや、もうあの、タバコ正直やめたいと。けど、ちょっともう、ニコチン中毒になって、やめられないんだよね、っていうふうに、本当はやめたいっていう気持ちを吐露する分には、そういう人たちはまだ、あの、なんかいいなっていうふうに僕自身思うんですよ。そして、あの、 運動習慣と同じぐらいタバコをやめること禁煙を成功させることってめちゃくちゃ人間が難しい習慣の中の一つなんですよねであのある研究によったらタバコをやめることができる禁煙に成功するまでに最低30回から50回ぐらいは禁煙失敗しているらしいんですよね禁煙ってそれぐらい何回も何回も何十回も失敗しないと成功できないぐらいめっちゃ難しい習慣らしいんですよ だから僕普段自己改善関係の情報とか発信しててその悪液対策の中でもタバコをやめる方法に特化した情報とかもまたいずれ公開したいなっていうふうにあのお話ししたいなっていうふうに思うわけなんですけどで、まあ、僕の友達みたいにそのタバコやめたいっていうふうにしっかりと口に出す分にはいいんですよそれにレペゼン・フォックスのポ、えー、イさんだったかなタバコやめたいけどそのなんかニコチン中毒になっちゃって 一本目のタバコを吸ってて、で、気づかずに、一本目吸い終わってないことに気づかずに二本目に火つけちゃったみたいなこととかあって、あの、ニコチン中毒とかタバコ中毒の人結構あるあるらしいんですかね。それぐらい、もう本人の意思では抗えないぐらい、なんかもう中毒になっちゃってて、やめたくてもやめられないんですよ。困ったなーっていうふうに言う分には、まだ改善の余地があるわけなんですよね。ただ、 タバコをんかさっき「大之助百害あって1位なし」とか言うけどタバコのおかげで人脈広がったしとかタバコを吸うことによってストレス発散になるしみたいな風に結局その努力しない自分を正当化している人間を見たらまあそういう人たちは勝手に自滅していけばいいというふうに思うんですけどまあ少なくとも僕は一生関わりたくないなっていうふうに思っちゃうわけなんですよね。 で、その、タバコを例にあげたら嫌な言い,言い方にさっき聞こえたかもしれないですけど、あの、ポテチとかバリバリ食ってて太っている人が、いや、俺太ってねちょっとぽっちゃり系の丈だし、みたいな風に、俺別に運動しなくてもモテるし、みたいな風に言ってたらどう思いますかうわーこいつないわーっていう風に思いませんそれと同じことを僕言ってるわけなんですよ。で、さらに、まだ太ってるなら、個人で問題は済むからいいけど、タバコはさっきお話したように、副流炎があるわけなんですよね。他人の寿命を削るわけなんですよ。他人の健康にも害を与えるわけなんですよ。で、 まあ、全員じゃ、全員が全員じゃないけど、喫煙者の一部の人たち、タバコ吸うときに口を揃えてこう言うんですよ。俺たちはタバコ税を払っている。他の人たちよりたくさん納税しているんだ。なのになんで自分は、そのなんか喫煙所の数がどんどん減らされたりとか、苦しい思いをし,しなきゃいけないんだっていうふうに言うわけなんですよね。たくさん納税してるから、副流炎ぐらいいいだろうっていうふうに言う人が一部いるわけなんですよね。全員、喫煙者の全員がそういうことを言ってるわけじゃないですよ。 まあまあ確かに彼らの言い分にも一理あると思うんですけど、まあ今回の動画で一番お話ししたかったのは、彼らのその言い分に対して大きな矛盾が一つあるわけなんですよね。だからそういう矛盾を抱えて、それらを深層心理で知っておきながらも、いやそれでもタバコを吸った方がいいんだっていうふうに言い聞かせたら、 同じように勉強だろうが、副業だろうが、運動だろうが、仕事だろうが、あの、結局サボる方向に自分を正当化させてしまって、一生社畜というか一生成長しない、一生中身のないような人間になる可能性が非常に高いわけなんですよね。だからそういうふうに、努力を怠ごたる自分を正当化している人間を見つけたら、皆さんの人生のためにも僕たちは無限に生きられるわけじゃないので、そういう人たちと関わらない方が、僕たちの人生のためになりますよ、て話なんですよね。で、その、あの、喫煙者の一部の人たちが言っている意見の、 最大の矛盾っつうのが、その、たくさん納税してたら、人の寿命を、あの、侵害していい、人の健康を害していいっていうふうに言ってるわけなんですよね。言い換えるとね。で、もし仮に、その、タバコが、まあ、だいたい5、600円するじゃないですか。で、その中の税金が多分半分ぐらいの、まあ、300円とかするとしましょう。ただ、今回ちょっと計算が面倒なので、多めに見積もって、あの、タバコ1箱につき500円納税するっていうふうに考えましょう。で、ヘビースモーカーの方が、1日1箱吸いますと。1日500円納税しますっていうふうになったら、 年間、まあ、一日一箱ずつ吸ってたら年間18万円納税することになるわけなんですよね、タバコ税で。で、18万円納税したら他の人たちの寿命を削っていいっていうふうに彼らはそういう言い分を言ってるわけなんですよ。ってなったら、正直、その僕たちの身の回りのその社長さんだったりとかもっと高級な、あの、そのなんか高級取りの人だったりとか、お金持ちの人たちの方が圧倒的に法人税とか所得税とか税金を納めてるわけなんですよ。彼ら喫煙者の言い分が、 あのお金をたくさん納税してるなら他の人たちの寿命を侵害していい他人を怪我していいっていうふうに言うんだったらそのお金持ちの人たちが18万円どころか何百万円何千万円も納税してるんだからお前ら喫煙者の体をちぎったりとかお前ら喫煙者の,かあの家族をなんかぶん殴ったりとかぶち56しても文句言え,、ね、言えねえよなっていうふうに言ってるようなもんなんですよねだって18万円なんかよりも何十倍何千倍と納税してるんだからね国のためになってるんだから底辺を生きているお前らはその金持ちの ストレス発散になれよっていうふうに言われても喫煙者たち何か反論できますって話じゃないですか。まあもちろん実際にその暴力を振るった人はもちろん法律あの違反になりますけどね。まあだから何が言いたいのかっていうと一部の喫煙者の人たちはそのタバコを吸う自分たちを正当化するために納税してるから副流炎で周りに害をばらまいていいっていうふうに言ってるわけですよね。で、 そんな納税額よりも圧倒的に多い金額を所得税とかで納税しているお金持ちがじゃあそのお前らに暴力を狂ってもいいのかっていうふうに言わ,れた言われて反撃ができないっていう状況になってるわけなんですよという矛盾を抱えているわけなんですよねで他にもその序盤でちらっと言いましたけどそのタバコを吸うことによって喫煙所でコミュニケーションとかその仲間ができたあの職場でタバコを吸ってる人同士の仲間ができたっていうふうなことをおっしゃる方々もいらっしゃって、まあ、それは確かに一理あるわっていうふうに思うわけなんですよ。タバコミュニケーション ただ、そもそもそのタバコを吸う仲間と作った関係って、あなたの人生そんな重要なんですか？って話なんですよね。そのタバコに使うコストとか時間とかがあるんだったら、例えばプログラミング教室とか英会話教室とか何か副業を始めるだったりとか、ジムに通うとか、そこで仲間を見つける方が皆さんの人生のためになりません。って話なんですよね。そこの仲間の方がお互いに切磋琢磨やし。あの。 し合あえる仲間を見つけられると思いません。つって話なんですよね。まあ、もうあくまで僕個人の意見なんですけどね。タバコ吸ってる人達ってメンタルが不安定になりやすいし、そのタバコとかニコチンの影響で体中の毛細血管が縮小して見た目が老けやすいしまあ、体臭もきつくなりやすいし、脳機能も低下しやすいわけなんですよね。 まあだから、要するにタバコ吸ってる100人とそうじゃない100人を集めたら、タバコ吸ってる100人の方が頭悪くてメンタルが不安定な、あの、確率が非常に高いわけなんですよ。そういう人たちと関わることってあなたの人生にとって重要ですかって話なんですよね。お互い、その、まあ、タバコ吸う人たちあ、僕みたいにボロクソに言うやつから迫害されて、あの、しんどい思いをしている中で、たまたま出くわした数少ない同士と仲良くなる気持ちはわかりますけど、そもそも、 その人脈って、あなたの人生にどういうメリットを与えましたかっていう話なんですよね。だから、最初のタイトルにひるがえるんですけど、努力しない自分を正当化し続けていたらいつまで経っても人生は変わらないよって話なんですよね。もう変わらないままで、一生社畜のままで、死んだ顔して毎日職場と家との往復をして、ただ年老いていきたいよっていう人たちは別に好きにすればいい話なんですけど、あの、まあ、僕の動画をここまで聞いてくださってる方々って、そんなことないよねと、自分変えたいよねっていうふうに思っていただいてるから、そもそも見ていただいてるんじゃないのかなっていうふうに僕思うんですよね。 で、でゴールにたたたどり着ききかったら、まずは現在地を把握しなななゃいけないわけけわんですよ。僕たちもその Google マップ使う時もカーナビ使う時もそうじゃないですか目的地を入力しても自分が今どこにいるのかわからなかったらそこまでのルートなんて案内できるわけないじゃないですかだから今現時点でいかに自分がダメなゴミクソ野郎なのかっていうことを理解しないといつまでたっても人間は前に進めないわけなんですよね僕だっっててそそううすよ。ここんな偉そうな偉と言ってるけど、元々 喋ることも苦手で、あの、今も別に得意ではないけど、あの、語彙力も小学生の頃とかアートをぐらいしかなかったわけなんですよ。か、あの、線と白の紙隠しの顔なしの方がまだ上舌に喋ってたぐらいですよ。学校の成績も全然良くなかったし、運動も苦手だったし、友達付き合いも苦手だったし、なんならいじめられる子だったんですよ。っていうような現実を受け入れて、じゃあ自分を変えるために何したらいいんだろうっていうふうに思って、いろんな本読んだりとか家帰って Google で友達の作り方っていうのを調べたりとか、下手な横付きだ,だったけど、サッカーも毎日練習したりとかして、 歌の横付きだったけどあの歌もいっぱい練習して自分の好きな曲を人前で自信持って歌えるぐらいまでの技量には押し上げたりとか、まあ、その過程で何度も周りにお前「お前と一緒のチームにいたら勝て,ん勝てねえよ」とか「お前本当に何やっても駄目だな」みたいな風な向かい風とかにもあのずっとその食らってたわけなんですよ向かい風浴びてたわけなんですよ。 けど、だからなんだって話なんですよ。結局自分変わりたいんですよね。自分の人生変えたいんですよね。だったら、その自分の人生という壮大な物語の中の、うぞうむぞう、モブキャラたちの意見に耳を傾けるよりも、自分がやりたいことに集中した方がいいんじゃねって話なんですよね。で、まあ、現代社会って、そのタバコもしっかりですけど、アルコールとか SNS とかゲームとか、 その簡単に手に入る快楽が日常にめちゃくちゃありふれて注意力が奪われやすい時代なんですよね人類史上最もだからこそ目先の快楽とか楽な方向に逃げるんじゃなくて努力しない自分を正当化するんじゃなくてまず現状を受け入れてそしてその自分を少しずつ変える方向にシュートしていかないと僕たちはそのなんか悠々自適な生活とか時間にゆとりのある生活とか。 そのなんかアンチコメントで僕たちが叩いているような有名人とかユーチューバーみたいにある程度経済的に余裕のある生活をしたいんですよね。今の生活満足してないんですよね。だったらまず今の状況をちゃんと正確に把握しましょうよって話なんですよ。で、その代表としてそのなんか努力しない自分を正当化する一例でタバコ吸ってる人たちってそういう例が、まあ、全員じゃ、全員が全員じゃないけどそういう人たちもいるから、こういう人たちを見たら、あ、自分もこういう人たちみたいにならないように気をつけようっていうふうに、 注意喚起をしたかったというお話なんですよね。まあ、あの、再度言いますけど、別にその、タバコを吸う人たちに人権がないみたいなことを言いたいわけじゃなくて、僕の友達の中でも、タバコをもうやめたいけど、その中毒になっててやめられないっていうふうに一生懸命戦ってる人もいるわけなんですよ。だから、そのタバコ吸ってる人たちの中でも、周りに気を配ってる人とか、一生懸命その、克服しようと、その、やめようとしている人たちもいるわけなんですよ。ただ、その中でも一部、特に年寄りとか多いんですけど、その、なんだろう。 歩きタバコが当たり前だった時代を生きていたお年寄りとかって今でも歩きタバコとかして道端にタバコ捨てるやつとかいるわけなんですよでそういう年寄りとかはあのさっき僕がお話したように口を揃えてタバコはコミュニケーションやとかタバコを吸うことによって国にたくさん税金が入ってうんぬんかんぬんとか言うわけなんですよもっと税金を納める方法あるし何な,ならタバコ吸うことによって不健康になって病気になりやすくなって その結果、あの、僕たちがたくさん納税している税金を、あの、お前らなんかの医療保険に無駄遣いさせられてるわけなんですよ。そういう奴らの、努力しない奴らの、あの、あの延命措置に使われてるわけですよ。嫌じゃないですか。なんで頑張ってる人間が、あの、頑張ってない人間の尻拭いをして自分の人生潰さなきゃいけないんですかこの世の中おかしいと思いませんかだからそういうふうに、まあ、少なくとも僕は、頑張っている人たちが報われない世の中は絶対におかしいと思ってます。だからこそ、 そのまあ今回お話しした内容が下手したら炎上するかもしれないし訳のわからないことをほざくなっていうふうに言われるかもしれませんけど別にそれでいいんです僕は自分がおかしいと思ったことは言い続けます主張し続けますだからこそ皆さんはその努力しない自分を正当化する人間にならないでほしいんですよねで僕もあのそんなちゃんとその自分と向き合って自己改善し続ける嫌なことから目を背けない人間 というまあ、説得力を高めるためにもこれからもいろんなことに挑戦したいとかいろんな人たちのフィードバックを素直に真摯に受け止めて成長していきたいなというふうに思いますということで今回は以上バイバイ